セナのピアノを弾きます。私がですね、10代の頃、ロングバケーションというドラマ見てました。もうとってもこの曲が好きで、未だに弾いております。では、演奏してみようと思います。そうですね、感情が入りすぎてしまうと、中間のとこでミスしてしまうんですね。私はあんまりミス気にしないんですけれども、ちょっとは気にした方がいいよとか、そういう意見もあります。なので、もうちょっとですね、感情が入りすぎてしまってというのは言い訳なんですけれども、ミスしないようにですね、機械的って言ったらいいんですかね、なんか。今後の課題なんですけれどもね。では、また弾いたら載せたいと思います。では、失礼いたします。